みません、ちょっと動画遅れちゃってごめんなさい。っていうのもですね、ちょっとね、いろいろトラブってまして、まあ、別にその日本に帰んなきゃいけないとかそういう話じゃないんだけど、今度友達とそのメキシコに行く約束をしてて、そうでチケットを取ったんだけど、それがね、アメリカを経由していくチケットだったのよ。アメリカ、ヒューストントランジットしてメキシコシティに向かうってやつね。そうだったんだけど、今ねまだアメリカは国境をこう全開にしてるわけじゃなくて、まだね、その陰性証明とかがその空路で行く場合には必要だっていうのをね、俺知らないで取っちゃったんですよ。PCR 受けるのも結構高いし、でエスタも取らなきゃいけない、めんどくさいから、まあ、ちょっと割高になるけど、そのメキシコに直で行けるやつ、直行便を取ろうと思って、でその取ったやつをねキャンセルしたのよ、その初め取ったやつを。ね、それ大体ね740ドルぐらいだったんだけど、大体日本円だと7万ぐらいだったんだけど、まあ、それキャンセルしたのよ、その全額返金されるっていうことだったから。なんですけどね、まあ明日で大体1週間ぐらい経つんですけど、未だに返金がされておらずですね、すごい嫌な気持ちになってるんですよね。うん、まあね、頑張って問い合わせとかしてて、で話によると、まあ、一応帰ってくるみたいなんだけど、でもそれがさ、1週間以内には普通に帰ってくるみたいな言い方だったんだよね。普通は1週間以内みたいな。で、まあ、早い人だと本当に次の日とかにちゃんとその、銀行の口座に戻され、返金されるみたいなのも聞いてたから。そう、でも俺の場合もう5日以上経ってて音沙汰もないから、ちょっとね心配なんですよね。707万ってやばいですよね、もし返金されなかったら。まあ1週間待ってみるんですけど、そんなんでね、ずっとそればっか考えちゃって、何かしてないとずっと、あ、まだ帰ってこないなみたいな思っちゃうんですよね。その一個のことを考え始めるとそればっか考えちゃう悪い癖がいかんなく発揮されてまして、そう、ほんとね、めんどくさいんですよね。で、ね、電話番号もあったんだけど、国際電話になっちゃうんだよね、ユナイテッド航空だから。そう、で、それもちょっと、電話で問い合わせるのも、それもや、お金かかっちゃうのもやだし、まあもちろん、英語であっちに状況説明して、その返金プロセスをこう全部こっちで理解できるかって言ったら、その自信もないっていうのもあって、そう、まあできるのであれば全部そのメールとかでやりたいんだけど、マッチが提供してるのがそのチャットボックスしかないから、そう、それで頑張ってね連絡して、まあなんとかオペレーターに伝えてもらってみたいな感じでやってるんですけど、いやー、いかんせんかかってますね。まあ一応その一緒に働いてるレストランのカナダ人の人とかに相談したら、いや、まあ絶対帰ってくるとは思うけど、もし無理だったら自分で電話して、で、まあ文句言えなかったら言ってあげるよみたいなことだったんで、まあ、そこを最終的に当てにしようかなと思うんですけど、いや、さすがにね、ちょっと、やっぱ慣れない土地というか、異国でこういうことあるの、めんどくさいですね。なんか、別にね、死ぬわけじゃないんで、あれなんですけど、ただその、なんか、あっちのいいようにされたら嫌だなっていう、その悔しさもあるし、そう、あと7万円っていう、死活問題なんで、
そればっかなっちゃってますね、最近はね。それのだから問い合わせとかで結構時間取っちゃってて、なんで最初からそのね、PCR 必要とかなんか確認しとかなかったんだろうって、ほんとバカなことしたなと思ってるんですけどね。まあ大丈夫だと思うんですけど、とりあえず様子見てですね。で、カイホリがなんかホワイトデーでお菓子作ったらしくて、ホワイトデー、あ、俺チョコ仕事場の人にもらったんだけど返してないな。まあいいか、別に。クッキーもらったんですよ。そう、俺食えないからさ、クッキーだから、そのままあげちゃったんだけど、人に、人っていうかさ、ルームメイトに食べてくださいみたいな感じで、そうあげたんだけど、俺食ってないからね、別にあげる必要ないよね、返す必要はね。あるか、あるんだけど、もう忘れて2週間ぐらい経っちゃってるから、もう今更って感じですよね。なんでまあ僕はホワイトではなしですかね、今年は。はい。でタイガが、そのタイガもう仕事あさってとかから始まるのか、もうねえ、そんなんだよね。あさってってことはないか、来週の月曜、来週の月曜って明日か、明日ってことだ。4月1日から始まる仕事って、なんかでもそういうことすらわかんないんですけど、うん、もうそろそろですよね、本当に。いやー、なんかまあカナダ来てるタイミングとかはなんかまだ仕事をするタイガが社会人になるみたいな感じは全然しなかったんですけど、やっぱりこうね、帰って友達と遊べる、最後こう遊べる時に遊んどいてみたいなことしてる時見て、ああ本当に仕事するんだなって感じになんか見えてましたけど、いやもういよいよですね。みんな頑張ってほしいです、スーツ着て。ほんとね、まあだからちょっと仕事始まったら仕事始まったで、ちょっとまあ恒例の日記のやつも楽しみになりますね。どういう感じで仕事してるのかとか、やっぱこう 初ですから、こっからこれ3人の中でその仕事仕事を始めるのが、そう聞こえが悪いですね、そういうとね。就職を、就活をして就職をするのが大学初なので、やっぱそういう点では、ちょっといろいろ聞きたいんですね、そのお仕事関係。はい、もちろんそんなんでね、すごい最近はなんかそれを思い悩んでますね。なんかしてないとずっとそれを思っちゃうんでね、本当、心配性なんですよね僕は。で大丈夫だってみんな言われてるんですけど、考えちゃうんですよね。まあそんな感じですね。はい。